皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。賞金総額2億円を誇る秋のビッグトーナメント、NOBUTA グループマスターズ GC レディースは17日、兵庫県のマスターズ GC6506 ヤードパー72で開幕する。前週に今季初優勝を飾った2期連続年間女王の山下美優23イコール加賀電子は、地元・ 関西っていうのもあるので、関西で優勝したい気持ちもある。そのためにもしっかり一打一打頑張りたいと意気込みを示した。前週の富士通レディースでは、古江彩佳とのプレーオフを制し、涙の今季初優勝。2位と1位の違いも改めて思いました。ほっとした部分もありますけど、ショットの部分とかでも課題があるので、次はそれに向けて、時を緩めることなく、自身の課題と向き合う。 今月3日には、来マイツアー参戦をかけた最終予選会、12月への挑戦を表明。予選ラウンドは、米ツアーを主戦場で戦う畑岡奈紗と同組となり、海外でもすごい活躍されている。久しぶりなので楽しみ、いろいろ聞きたいですと目を輝かせた。現在、メルセデスランク2位、前週の優勝で、首位の武田レオとは541、4ポイント差となった。 年間女王争いも佳境に入り、3期連続の女王体感に向けて、出る試合は優勝を目指してやってる。少しでも近づけるように頑張りたいなっていう気持ちもありますし、今課題としているモヤモヤ感を直せば一番ベストかなと思いますと力を込めた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。